はい。じゃあ、13時となりましたので、平鍋さん、よろしくお願いします。はい。えっと、平鍋です。よろしくお願いします。えっと、今日はですね、えっと、形の合成に関するノートって、どのくらい読んだ方がいるかわかりませんが、えっと、これはアレクサンダーの、えっと、博士論文だそうですね。はい。 で、あの、その中に、えっと、数学的なあの記述が結構入っていて、で、それがあの、付録の2っていう、付記2っていうのにまとまっていたので、えー、それをちょっと解説をしたいと思います。えー、ただしですね、あの、付記2を読むためには、本文の読み込みが必要だということにですね、<laughs> 気づいてしまってですね、あの、結構、あの、時間をかけて、えー、読みました。はい。 えっとですね、最初にちょっと自己紹介は、まあいいでしょう。はい。アジャイルとか、あのー、やってますっていう感じです。あと、アスターとか作ってますとか。はい。そんな感じです。で、最近の僕のもう一個趣味を見つけてしまってですね、あのー、線形台数にめっちゃハマってます。はい。あのー、 えー、このリニアアルジ a ブラフ b エブリワンっていうですね、MIT の教授でギルバート・ストラング先生っていうのをやらっしてんですけど、ストラング先生の,あの講義を聞いてたら面白くなってですね、この先生の新刊をですね、えー、訳しました。はい。あのー、松崎先生と一緒に訳しています。松崎先生は高知大学の、えー、と数学の先生、工学の先生ですね。で、あのー、この本面白いところはですね、あのー、めちゃめちゃ直感的です。えー あんまり証明とか出てこないですね。説明とか例とかでバーッと押してってですね、あの、手に取るように、こう、線形代数の諸概念がわ、えー、かる、えー、ようになりますので、あの、ぜひ。で、その線形代数の本の最後に、<laughs> あの、機械学習に特化した章もあってですね、あの、レリューっていう、あの、 評価関数っていうか、最後にかける関数の話だったり、損失関数だったり、それから畳み込みとか、あの、コー効果なんかも、あの、入ってきてますので、もし、あの、線形代数というよりも、機械学習に興味がある方に、え特に最近の、あの、トランスフォーマーをはじめ、いろんな、あの、数学がですね、機械学習に直されているので、えっと、読んでもらいたい方はですね、ぜひ、あの、あ読みこなしたい方はえ、ぜひ読んでみてください。 で、この趣味が講じてですね、あの、ストランク先生って今88歳なんですよ。で、あのー、えっと、66年先生やってるんですって。なので、88分の66イコール、人生の4分の3やってるって <laughs> 言ってましたけど、で、もう気に入っあまりにも気に入ったので、ストラン先生の T シャツをあの作ってしまいましたっていう話が右側です。はい。あこれはね、あのー、線形台数の,あの空間の話ですね。はい。で、 その、また趣味が講じてですね、その後ストラック先生の本を図解してやれやと思ってですね、その行列の図解をなんかやり始めたんですよね。あの、その行列の掛け算の図解だったり、それから行列っていろいろね、タイプがありますよね。対象行列とか直行行列とかね、うん。で、それをまとめたらですね、めちゃめちゃバズったんですよ。あのー、右側にリンクを入れておきますので、えっと、あのー、海外の方がすごく聞いてくれてですね、 えっと、なんとですね、機械学習の大御所であるヤンルカン先生がですね、これを気に入ってくれて、あの、一言つあのツイートしてくれたと。<laughs> で、そしたらですね、ちょっと右側に、あの、OSS Insight っていう、今、その GitHub 上で何が人気があるかっていうのをですね、あの、見知るサイトなんですけど、瞬間不足ですよ。瞬間不足。1、この時の1位がステーブルディフュージョンだったの。 で、2位が僕の書いた、あ、僕のリポジトリだったっていうですね。あの、すごい、あの、面白い、あの、検証が起きました。はい。ということで、えー、この話をしていきたいと思います。はい。で、えっと、パターンに興味がある方はですね、あの、すごく、この、まあ、あの、繰り返しなので言いませんけれども、これ今の、 あの、イバ先生の、あの図から取ってきましたけれども、あのー、アレクザンダー始めた活動が、まあソフトウェアとの影響のところだけ赤線で、えー、書えておきました。あのー、コップリンなんかもですね、あスクラムブックっていう最近の熱い熱いスクラムのパターンも出してますし、それから、あの、ケントベックの写真が真ん中にウォードカニハムと並んでね、あ、そうだ、今日は、えー、っと、今日はですね、えー、これでやろうと思ってたんだ。はい。ここにケントベックさんいらっしゃいます。はい。 で、ここにボードカニースさんがいらっしゃいますね。で、ここに87年かな、ウープスラに出した最初のパターンの、えっと、論文が出てますね。で、この時はですね、デザインパターンじゃなくて、ユーザーインターフェースを、えー、パターンで語るっていう始めだったんですよ。 はい。で、その後ソフトウェアのまあ構造になってデザインパターンみたいな話になってくるんですけど、で、この書いた後に、えっと、ケントさんはですね、スモールトークのベストプラクティスパターンって、これ日本語にも訳されていたと思いますけれども、で、ここでスモールトークでよく現れる設計パターンについて書いていって、で、その後、えー、XP を書いています。 なので、えっと、えっと、ソフトウェアの構造のパターンから、えー、エクストリームプログラミングっていうソフトウェアの、あの、プロセスのパターンに移ったっていうのが、まあ、ケントの足な、足、足並み違うな。えー、足跡ということに、えー、なります。はい。でですね、えっと、他にも、あの、パターンとかの本は結構、あの、出てきてですね、お勧めしたいのが、えっと、これ、今、あの、えっと 江戸さんの本ですね。ここに歴史的なことが結構書いてありますし、それから、えっと、非常にこれ面白いんですけども、僕も読書会を、あの、今日は参加されている岩さんとかと一緒にやってましたけれども、あの、全都オートバイ修理技術という非常に面白い本があったり、それからこの本は結構まとまってて面白かった。クリスタファー・アレクザンダーの思考の奇跡っていう本ですね。はい。それから、えっと、この本はですね、重すぎて僕には持てませんでしたっていう話ですね。はい。 ということで、今日はあのパターンランゲージの話からちょっと簡単にあの入っていきたいと思います。よいしょ。で、パターンランゲージ、あの、もうここに今日来られている方は多分ツアーの揃いだと思いますので、あの、続度 <laughs> 言いませんけれども、えっと、まあ、こんな感じです。あの、このパターンをね、使って建築とかあの街並みとかを設計しようっていう話で、例えばあ、パターンに番号がついていて、名前、100番、プレ、 えー、ペデストリアンストリート、歩行者の道路っていう名前があって、で、なんか想起させる写真があると。ね。で、その文脈として、えー、こういうことを、こういう設計をしていくとこういうことが起こってっていう話ですね。で、課題を提示すると。で、こう、3つチョボがあった下に課題を提示して、で、えー、その課題に対して、えー、どうやって解決をしたかっていうのがその下に続くと。で、課題はですね、この 何かって、これ解決名なんですけどね、歩行者の道路なんですけど、あのー、自然と外で人々が、肩が触れ合うくらいの、こう、つかず離れずの社交的な場が必要でしょっていう、あのー、話につながっていくんですね。はい。なので、えっと、解決としては、このゼアフォーっていうね、 この課題を示して、ゼアフォーって書いて、なのでっていうんですよね。で、歩行者道路をこう形作って、2階に上がる階段も直接道路に設置しなさいみたいな話が書いてありますと。で、このようなですね、あの言、言語というかパターンがですね、えー、これ街のレベルで、だーっとこ出ていて <laughs>、まあ、たくさんありますよね。はい。ちょっとこれなんでこの話をするかって後に繋がるからです。後で同じようなことを、あの、あの、本題でも入ります。はい。 で、えー、結局そのパターン言語としては街のレベル、建物のレベル、施工のレベルまであるんですよね。で、ソフトウェアで言うと何ですか。アーキテクチャパターンとかデザインパターンとか、あるいはそのコーディングパターンみたいな、そんなレベルで、えー、なってますね。 で、えっと、例えば僕の好きな施工レベルのパターンは、こう、これめっちゃめちゃ科学者て好きなんだけど、あの、子供は隠れるのが好きだから、隠れ家みたいなところを作りなさいみたいな施工パターンがあって、えー、チャイルドケイブスっていうんですけど、三、えー、3から4フィートの、あのー、こんな屋根がある、こんな場所を作ると子供喜ぶよみたいなね、えー、話が書いてあります。はい。で、この話に入ります。 で、英語では、えっと、この Notes on the Synthesis of Forms ですけれども、えっと、日本語はですね、これ、ま、初めからそうなんですか僕ちょっと、あの、日本語最近買ったので <laughs> の、わからないですけど、形の合成に関するノートと、年は釣りではないっていう2作が、あの、1つの、あの、本になってますね。はい。で、扱っている問題は何かっていうとですね、えっと、街とか建物の設計は、多くの互いに影響する課題、 として現れてくるんですよね。なので、こう、互に影響するっていうのがポイントで、こっちを優先すると、こっちの,あの課題が出てくると。で、こっちの課題を解くと、こっちの課題がまた現れるみたいな、あもぐら叩き問題なんですよ。ね、だから、どうやったら、こう、その形を分解していったら、どういう戦略でその形を作っていけば、最も、その課題が、えっと、他に及ばないように。 部分に分割できますかっていう問題を、えー、扱っております。はい。なので、これは、あの、皆さんも、あの、ピンとくると思いますが、かなりですね、あの、ソフトウェアの業種度結合度問題と似てるよねっていう直感を僕らなら、あの、聞くと思います。はい。まあ、これをですね、あの、街の設計でやろうというのが、えー、今から扱う問題になります。はい。で、えっと、 と、この本のですね、ビはですね、一番面白いのは、めちゃめちゃ具体的な例で、これを実践して、こういう形になりました。っていうのがあるんですよね。うん。で、これは、600人の村の形を設計してるんですよ。はい。で、あのー、これ最初見たとき、僕な、な、何なんだろうなと思ったんですけど、えっと、後で、これ、あの、詳しく話をしたいなと思います。<laughs> まあ、真ん中にこう、あの、土手が、 ビョーっとこうあってですね、上の方、上の方、これ実はですね、田んぼなんですよね。で、ここ水集めてんですわ。で、ここに井戸があってですね、で、人々の住居はここなんですよね、ここ。うん、でこの住居の中に牛車、牛が、あの、いてですね、これ牛の話をしてたりとかするんですけど、まあ、こういう、あの、村の形をですね、あの、設計をしてると。はい。あれここで話が終わってるな。 はい。はい。あ、ほんで、ちょっと数学の話に入りたいと思います。で、えー、っと、これの解説をしていくんですけど、その前にちょっと数学的なあのインプットをしたいかなと思いますあ。あ、ごめんなさい。あの、解き方の話ですね。したいかなと思います。 で、えっと、この本ではどういうふうに問題を扱っているかっていうと、えっと、左側に問題がありますと。で、問題は、まあ、その問題が存在する状況、外界の話、それから解こうとしている何か、こう、機能の話だったりがあるんですね。で、右側にそれを満たす形を今からデザインをしていくと。で、右側は人間が設計する。うん、で、左側は、えっと、環境としてあると。 で、これをこう、あのー、適合するように、その二つのアンサンブルを作りましょうっていうのが、あのー、問題です。で、例はですね、あまあ、これよくわかると思うんですけど、 あの、例えば、えー、生物っていうのはですね、えー、自然界に、まあ、適応しているというふうにも考えられますけれども、そうすると、あの、これ深海魚なんですけど、この形っていうのがどこから出てくるかっていうと、多分、こう、水圧が高いとかですね、あと目がちっちゃいのは、例えば、あの暗く、暗いっていうか、あの、太陽の光が届かないとかあ、そういういろんな自然の条件があって、それに対して、えっと、形が、あの、出てくると。お、素晴らしい。これ多分、リングの使いだったと思います。はい。 これが一つの例です。で、他にも例たくさん出てくるんですよ。エスキモの家みたいな、あの、出てくるし。で、もう一個、もうちょっとわかりやすい例が出てきてですね。これ、形ってかもしれない。はい。えっと、これは夜間なんですけど、と夜間もですね、利用目的とか環境が左にあって、で夜間っていう形。 まあ解決が出てくるんですけど、例えばこう持ち上げられなきゃいけないとか、ストーブの上で安定しなきゃいけないとか、持ち手の部分は熱くなってはもう持てないとかね。で、湧くとなんかピーとかカタカタとかなって知らせるとか、で、水が注ぎやすいとかね。あと、洗いやすいみたいな、その上の口は大きいの洗いやすいからみたいな話がありますね。それから、まあ、そんな高く、あの、ないですよねっていう、あの、高くなっちゃうと困っちゃいますって話です。 で、えっと、で、やかっていう形になるんですけど、それは持ち手がついてて、そこが平たくって、注ぎ口があって、蓋がカタカタなって、入り口が開く、広くってしていけば、こう、それを溶けるんですけど、それが、あの、結合した形として、やかっていう物理的な実態がえ出てくるという話です。でですね、ちょっとこれを、うっと、説明をしてみたいと、はい、思います。で、えっと、あ、そうそうそう,そう。そうね。 えっと、左、これ大きくなるかななるな。これいくつかの部分に分かれてるんですけど、あ、3階層なってるんですかね。えっと、一番上がこれ全体、全体図。で、一番左が、牛と牛車に関することなんですよね。牛、うん、っていうのは、えっと、人間の近くにいなきゃいけなくて、 で、それからこう、その牛が通る通路が欲しくって、で、その牛の餌を貯蔵しておく場所が欲しくって、みたいな話ですね。で、この牛の話も、こう、牛車と、それから牛が必ず通るポイントを設けて、そこでこう流量を制御をしたりですね、それから作物を貯蔵したりっていうものが、こう、その機能としてここに含まれていて、それが形になっているっていうですね。 あ、で、さっき言ったこれ、アンサンプルを作ってるってことなんです。あの、要求とそれを満たす機能を形として表現していると。はい。で、えー、っと、次。農業と水っていうのがあって、これが結構大きな面積を占めてるんですけど、えー、っと、これ面白くてですね、これ僕何かと思ったんですよね。このデモンストレーションっていうこの枠ね。これはですね、えっと、インドの農業を 他の国に紹介するために、えここで、そのインドの農業のやり方をデモンストレーションするような場所を作るっていう話がここに含まれてたりします。で、えっと、これ、上に向かって下って書いてあるのは、勾配は下の方、あ、上の方が下です。え、わかるかな <laughs> 絵で上の方がこう、低い土地になってるんですね。だから、井戸で組み上げて、これ、これ井戸。これ井戸ね。井戸で組み上げるのと、それがこれは自然灌えです。 自然の、えっと、なんでしょう、水が集まるように、川というか、小川というか、があって、ここに植林されてるんですってね。植林をすることで、水がこう保持しているというような感じですね。で、これデモンストレーションがあって、これは用水があってで、水集めの仕組みがあると。こんな、こんな感じですね。それから、社会活動っていうのがあって、これはどこに位置するかっていうと、このあたりですかね。はい。 これ結構道なんですよ。で、あのー、バスとかあるんですよ。やっぱ道路とかあって。で、かつ仕事場がこの辺にあってですね。で、学校とか病院とかもあるんですよね。で、ここに、えー、こんな形の構造が現れてくると。道、道ですね。道と繋がっているものです。はい。で、えー、っと、住居。これが住居なんですけどね、ここに。はい。これ、分かれてるんですけど、その住居を見るとですね、 だいたい家族は、えー、っと、10家族20人から50人で、えー、排水がちゃんとできて、えー、っと、あと、その、えー、っと、洗濯ができるとかですね。それから、えー、っと、ここに植林がま、こされていて、ここでちょっとなんかね、あのー、会話が起きるような、井戸端会議っていうのができるみたいな話もありますね。なので、えー、っと、住居があって、で、外壁があるんですって。で、この外壁は、なんでその、あ、これ見るとですね、 えっと、ここに、こう、外壁がこうあるでしょ一つ一つの、まあ、村っていうか集落のところに。あで、ここがちょっとさっきの水のところですね。はい。で、なんで外壁があるかっていうと、カースト制度ごとに、えっと、会いたくないんですって。あの、<laughs> この階級の人と、この階級の人は会わない。会いたくないっていうか、お互いそれは会わない方がいいっていう話で、えっと、制度ごとに、えっと、集落の、あの、外壁が付けられてるそうです。はい。で、この、あの、あらららら うわで、社交の場が、えー、存在しているという。その社交の場。これ、ここ、ここですね、はい。こんな形で全体がなっています。で、えっと、これのですね、あのー、要求文書。はい。要求文書がですね、すごい、すごいです。あの、ちょっと僕、あのー、これ本に載ってるんじゃないんですけど、どっかから取ってきたやつですけど、これ見ると面白いでしょ うんと、例えば、ハリジャン人は、えー、儀式的に不条、不可職民とみなされているとかですね。主体の適切な処理とかですね。家の玄関は南向きではないとかですね。あと、祭りや宗教的な準備とか、あの、お寺に願いをしに行くとか、牛を神聖なものとして扱っていて、とかね。で、彩色主義をあの貫いてんだとか、カーストのメンバーは可能な限りカーストの職業を維持するとか、で、カーストのメンバーは他のカーストから離れて、 一緒にいることを好んで一緒に食事したいと思っていませんとか。から結婚式とかそういうのはね、大変大切なんだとかですね。大家族が住んでるとか。あと女性たちは入浴中、水汲み中に大々的に噂話をしますとか。で、村には男性の社会集団固定されていますとか。あと代々続く息子たち土地を分割する必要がありますとかですね。こういうなんかすごいベタッとしたですね、要求文章があるんですよ。 えと、あと学校に関することとか、あと、なんだ、人間の排泄物の処理だとか、最近の病気の話だとか、それから、えー、と、近隣の村との社会統合、近隣の村との法のとかですね。で、これ今50個だけ出しましたけど、えー、これがですね、1 4十個書いてあるんですよ、本には。はい。で、 あまだまだじゃなくて、全部で、全部で141個です。ごめんなさい。最終番号が141です。はい。で、えっと、これを、まあ、解いているんだと言うんですよね。で、隣接関係っていうのがあって、えっと、これはですね、1番の問題は8番と9番と12番、ここですね。1番の問題は8番、9番、12番。これらの問題と関わってるっていうですね、えっと、リンクを持ってですね。こう問題を点として、えっと と、関係を線とすると、その点と点との間に線が引かれていて、で、そこにプラスかマイナスの関係が引かれてるんです。で、これが、あの、これ今1番から22番まで書いてあるんですけど、えっと、141番まで、えっと、続いています。はい。はい。で、えっと、ここから、えっと、数学の解説をできる限りしていきたいと思います。えっと とこれ2時までやってよかったんでしたっけどね45分ワークなんですね15分休憩だったと思いますので、えー、できる限り45分で収める感じでいきたいと思いますでえー、っとまずえー、っとこれグラフ構造ですよねっていうことですで記号としては M の G と書いてえー、っとこの G の中に含まれている頂点だけをと集め、えー、表現しますとで L の G と書いて結線を、えー 表現しますと。なので、今、ここに G っていうグラフ、全体のグラフがありますけれども、えー、ここに、えっと、点だけ抜き出したものが MG ですと。で、リンクだけ抜き出したものが LG ですと。で、プラスの関係を持っているリンクと、実はマイナスの関係を持っているあ。つまり、こっちがプラスなら、えっと、共にこう、こっちがプラスだとこっちも、えっと、プラスに働くっていうか、プラスの影響を与え合うもの同士が、プラスで結ばれていて、マイナスの影響を与えももの同士が、えっと、 マイナスの、えー、線で結ばれてると。で、この G の中から、えー、一部分だけを取ってきて、えー、こサブグラフ S というキングで書きます、はい。はい。ここまでが、えっと、数学的な、えー、前提ですと。はい。これが、だからリンクですね。で、今から、えっと、解こうとしてる問題の話をします。えっと、この一個一個の点が、えっと、電球だと思ってください。電球。で、え点灯が1です。 で、消灯が0です。で、問題としては、全部消灯させたいです。とえっと、点が光っているときは、それは課題です。と。課題が残ってます。ということですね。はい。で、え消えたら0になります。とで、えー、っと、で、その状態移するわけです。みんな一斉に。最初の状態がランダムにバッと光って、次どういうふうに状態変化するかっていうと、次の状態は、 点灯であれば、2分の1の確率で点灯し、えー、2分の1の確率で消灯します。はい。で、消灯であれば次の状態は、つながった他の X が1つでも点灯していれば、2分の1の確率で1、1 2分の1の確率で0です。で、他の X がすべて消灯していれば、あ、関連しているね。関連している X が消灯していれば0です。と。こんな風になります。 で、目的はですね、全部を0にすることです。なので、さっきもぐら叩きって言ったのは <laughs>、わかりますよね。こっちを叩くと、えっと、こっちがついたりするからですよね、うん。で、全部消すにはどうしたらいいですかっていうのが、あのー、この、これが解こうとしてる問題。全部が0なら全体がデーで平行と。えー、ってことは、あの、不適合変数が0。まあ、変数には適合、つまり OK。 いう状態と不適合 NG っていう状態があって、不適合である方を一としてるんですよね。で一をできるだけ取り除いていってと。でここでちょっと皆さんに、えっと簡単なパズルなんですけど、結線が全くないとするじゃないですか。あつまり他に全然影響されないと。そうするとパッと半分ついてでつがってないからゼロ一回ゼロになったものは一に復帰しないんですよ。 ゼロになっているものは繋がってれば、まあ、復帰する状態のかもしれないけれども、えっと、何も繋がってないので、ゼロはゼロのままなんです。で、どんどん二分の1、分の1、分の1って、こう、ばーっとそこ下がってって、最後には消えてしまうと。で、えっと、これをですね、えー、計算すると、まあ、平均2秒です。はい。あ、どんどんこう、ビューッとこう、指数関数的にガーっと下がっていくので、平均2秒で全部ゼロになりますと。で、ところがですね、すべて見つけつごに、 結成されているとすると、ああ。よい慣れてないのがわかるな。すべてが三結合に結成されていると。二の百十秒かかりますと、つまりど、もう。全部がこう繋がっていると、どっか一個はもうついてるみたいな。感じなんですね。だからもう確率的な話で。 あのー、これは、あの、気化分布になります。すべてが、あの、ゼロになるっていうときですね。これ平均で、気化分布の平均は P の100乗分の1なので、えー、大体こんな、こんな、こんな2分の1の100乗分の1ってことで、えー、まあ、とにかく、まあん、生きてるうちにというか、地球の寿命もっと長いから、よくわかんないけど、えー、全然長いね。はい、終わらないです。宇宙の寿命なのかな。そんな感じですかね。で、えー、10、 一個ずつサブシステムに、えっと、分解すると,、えっと、約2の10乗で、4分の1時間。はい、25分はい。これだとなんかいけそうですね、ということです。なので、まあ、とりあえずの目標は、あの、10個ぐらいがひっついた、えっと、サブシステムに分割し、えー、それをこう、早らき的に積み上げていったらどうでしょうっていうのが、まあ、最初の目論みですね。まあ、要するにこんな、こんな感じです。これ、あのー、 なんだっけ人工衛星からあの見たイギリスとかヨーロッパなんですけど、こう点が光ってて、この点を全部消灯させれば、えー、OK ですよという話になります。はい。えー、っと、次行きます。ほんでですね、えー、っと、問題はもうちょっと数学的に設定しますけど、えー、XI っていうのが確率変数で0または1の値を取るとしますと。 で、xi が0を取る確率が p で、1を取る確率はまあ1マイナス p と。で、この設定では、あの、2分の1にしてしまいます。あの、簡単のために。あの、1個の変数が独立して0になる確率と、独立して1になる確率は、あの、お互い2分の1という設定でやりますで。さっきのサブ問題、この,この問題も、この何秒かかるかって話は、えっと、 この、この設定でやってます。2分の1の設定でやってます。ただ問題中はこれを P というふうに今書いてますけれども、えー、2分の1と読んでもらっても構いません。はい。で、す、え、べ、ー、ての、えー、IJ において、えー、IJ の組がですね、えー、独立であればすべてが0である確率は2の M 上。こうわかりますよね。えっ、ー、と、これ、これ M 個ね。全体で M 個あると。これ M 個。 ゼロ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 全部ゼロになる確率は1 2分の1かける2分の1かける2分の1かける2分の 1, か1を M 回かけたもので2の M 乗分の1になりますと。で、同時に全てが1である確率も2のこうなってこう2の M 乗と、こうなりますと。はい。で、状態、これの数っていく、何通りありますかねっていうと、あのー、わかりますよね。これ、二進数で M、M 桁二進数っていうことなので、えー、何通りの状態があるかっいうと、えっ、ー、と、2の M 乗通りがあると。 いうことですね。はい。で、G の一つの状態、このシグマっていう文字を使って一つの状態を表しますけれども、このある状態、一つの状態に固定すれば、例えば0100000っていうふうに固定すれば、えー、それの、えー、そうなる確率、一つの状態を特定すれば、そうなる確率は、えー、全部、えー、こ,のこの値になりますということですね。でしかも、これ全部足すと、全部足すと、 この、この状態の通りは、さっき言ったように2の M 乗あるので、これ、あの、これが2の M 乗こうあるのでえ、結局1になりますと。ということなんで、まあ、確率は0から1ですねという、まあ、当たり前の話で、一応確率のこれは計算をしているだけです。さて、ここからちょっと、あの、難しくなるんですけれど、えっと、えー、っと、i と j の2つについて考えてみますと。 二つです。えっと、三つ、四つとか行くんですけど、今から行くんですけど、二つについて考えてみますと。と、こう、X と Y がこういうふうに、あ、X と XI と XJ がこういうふうにあって、で、これプラス2なんですね。二つプラスで繋がっていて、二つマイナスで繋がっているという、まあ、この絵を描いてますけれども、この間の、あのー、リンクの数をですね、new という文字で表します。あ、ちなみにですね、あの、この、この本ね、 あの、日本語の本には、えっと、500と5期がもうすごいたくさんあります。特に数学の部分。はい。で、これ、ここは V ってなってます。これ、new ですね。あの、ギリシャ文字の new ですね。数を表現しているので。で、この new を、プラスのリンクの数とマイナスの,あのリンクの数を、えー、それぞれ、えっと、符号を持たして、えー、足したもの。つまり、符号付き連結数と呼、えー、んで、えー、こういうふうに書きますと。で、この、 えっと、xi と xj のは二つのあるので、二つの状態は00か0 1か10か11と、こうなりますね。で、00, 1, 0 1, 1, 0 1, 1これね、になる確率は、えー、それぞれ、えー、決定されると。のリンクによって決定されるということですね。まあつながってなければ全部、あの、 全部4分の1っていうことになりますね。全部4分の1。繋がってなければね。で、また次のステップで繋がっているので、お互い影響を与えたあってどうなるっていうふうに変わっていくということですね。で、えっと、X と Y の、あのー、相関係数をですね、これ、きあのー、これは教科書通りっていうか、検算するとこうなりますけれど、あの、この IJ のマトリックスで取ると、うんと、この00とか11っていうのは、こう、同じ方向に起こるじゃないですか。同じ方向によるね、起こる。 で、これは逆方向に、こう、ギッタンバックンする、シーソーのように、こう、こっちがあればこっちが下があるっていうような、あの、関係を表すので、えっと、xi と xj の相関係数は、こことここがプラスに働いて、こことここがマイナスに働くので、まあ、プラス、こんな、こんな感じになるんですよ。で、相関係数なので、ここが強ければ、これプラス1になるし、えっと、ここが強ければマイナス1になるケー,ケースですね。はい。 で、これが、このリンク、符号付きリンクに、えっと、比例していると。ですよね。一が、あのあ、向こうが1ならこっちも1になりやすいし、向こうが0ならこっちも0になりやすいということですね。はい。で、えっと、このリンクの数に比例して、かつ何かちょっとちっちゃい定数をかけてます。で、このちっちゃい定数は全体のリンクの数で決まってくるので、えっと、後からこれはちょ、まあ、調整すると思っていてください。 で、これ全体のリンクの数と、それから、えー、今回全体の、あの、このシングマっていうね、あ、これデルタですね。デルタっていうちっちゃい数は後で決めますけれども、まあちっちゃくなるようにしますと。はい。ここまで来たんですけれども、これがまあ、XY の相関係数というのになります。で、これを使って、えっと、全体の、うんと、良い、えー、分割っていうのは何かっていうのを計算していきます。 えっとですね、えわ、ー、かると思いますが、えー、っと、これ全体、これが全体がさっきの、あの、えー、っと、M っていうことなのかな。リンクがこれ貼られてないので、えー、っと、えー、っと、M ということですね。あの、MG という、これ一つの点がありますというだけです。で、点をこう分割してですね、これパーティショニングって数学では言いますね。こう、ミーシーに分けるっていう、漏れなし、ダブリなしです。で、ミーシーに分けたときに、えー、最もいい分割は何ですかと。 あの、つまり、えっと、えー、なんだ。てん、伝統が消えやすいように。<laughs> なるべく早くみんなの伝統が消えるように。えー、時間専用をしていったときに、ばー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 と消えていくように分割するには、えー、どうしたらいいですかっていうことですね。はい。で、えー、っと、この S の疎英ジアルファとベータは別の、この一この A ですと、1、2、3、4。この A ですと、えー、っと、μ は、えぇ、ー、4個。で、 えー、α と1。これは1から4の数ってことになりますね。えっと、1と2は、ま交わらないしと。で、でも全部立つと全体になります。という、こんな、漏れなした W なしで分割をしますと。はい。で、えー、っと、はい。で、ここまで行ってですね、あと数学が、えっと、この本の中で、この後数学が10ページぐらい続きます。はい。で、えっと、僕はですね、ここで断念をしてですね、最後のちょっと結論っぽいものだけ、えー、言ってきます。はい。 で、何を最小にしたらよかろうかっていう話なんですけど、最小になる、あ、分割の名前を π とします。はい。これ、これ、分割を、あららら、分割を π としています。はい、これですね。こういうわけ、あ、他にもね、こういう分割が、こういう部分に分割したら、π じゃなくて、えっ、ー、と、ラムダとかね、そういうふうに分割に名前をつけて、これ π っていう分割としています。で、えっと、この π をこう変えていくんですよね。いろんな分割をこう変えてって、で、 えー、こ,のこの数を、えー、最小うん、最小にするような、えー、分割を求めましょうっていう、えー、と問題に帰着させています。で、えっと、なので、これは、あの、これ、この、この、 M が、えっと、全体の数で、Sα っていうのは、あの、そのさっきの一つずつに入っている、えー、要素の数ですね。これ、すべての、あららすべての分割に対して、す、え、べ、ー、ての分、すべての分割に対して、えー、それぞれの、えっと、α と β を動かして、えーシグ、数のシグマを取って、で、これにこんな数をかけてって、こうやってるんですけど、で、これ2分のル これ、ルートをしてますね。これ、分散みたいな数に近いと思いますけれども、えー、正規化しているんだと思います。で、で、えー、上の方はですね、えー、この個数、これなんか、えー、全体の中から2個を選ぶっていう係数ですよね、これ。あの、なんていうか、CM の2ってうんですか、忘れましたけど、はい。で、これ、リンクの、えー、全リンクになってて、で、ここがまた、えー、同じものですね。これれこれ,これ同じものです。はい。で、これが全体のリンクの数。 ですね。はい。これを、えっと、えー、求めるというのが、えー、数学的な、えっと、この本に書いてある、えー、目標です。で、ここからですね、ちょっと実際にプログラムを見つけたので、えー、デモをしてみたいと思います。あ、こんなもん前な。えー、っと。あ、これ、じゃあ、デモが先ですね。えー、っと。 うん、よいしょ。はい。ちょっと、えっと、VS コードが見えてますかね。はい。で、これ、あの、ハイデック e k 2 2Python っていうのがですね、えー、実は僕見つけました。あの、これを実装したアルゴリズムだそうです。で、ちょっとお見せをしますと、さっきのですね、要求っていうのはどこにあるかっていうと、この、この JSON ファイルです。Requirements っていう、この、ばーってこうあるやつ。 はい。これちょっと一応日本語に訳したのをさっき貼り付けてます。はい。この、この要件っていうね。これをバーッと貼り付けてますね。で、下にリンクがバーッとこうある。これがあのデータの JSON データになっています。はい。で、えっと、ファイルはですね、このハイデックうん。僕がさ僕が今日今日あのデモするために簡単なシェルダック、この一行だけ、あの、すぐ動かせるように書いたんですけど、ハイデック2 l a n というやつですね。で、これめっちゃめちゃ時間かかるんですよ。 なので、これ、とっても時間内に終わらなくてですね、これ一応、こうだけ見ると、ハイデックスランってこんな感じです。はい。はい。これは、あの、このリクライアメントから取ってきて、えー、fromjson でリクライアメント読み込んで、で、実際に calculate, program, from っていうので、バーンって動かしてるっていう感じですね。で、calculate, from はこれで、えー、ほにゃほにゃほにゃと、ここにこう、実際の定義があると。 いう形になっています。で、アルゴジズムの中身は僕はちょっと、あの、追っかけてませんが、ここにマトリックスリプレゼンテーションがあってですね、あ、これ、行列を使ってガーっと演算をしてたり、それから、あ、これは、あそっか、プリントリクライメントアズマトリックスか。はい。こういう風になってます。で、ちょっと動かしてみますね。で、全体は、あの、1時間ぐらいかかるので、このハイデックスのショートってやつ、あの、ショートのちっちゃいですね、えグラフを使って、こんな、こ,こんなグラフ。 はい。ちっちゃいグラフを使って、えー、やってみようと思います。で、僕が今動かすのは、このランっていうやつだけです。これ一,一発です。はい。よいしょ。はい。ドン。あ、もう動いちゃった。はい。これあの、えっと、機械学習で言うところの、あの、えっと、なんて言うんですか。グラディエントリセント。なんて言うんでしたっけ。勾配効果みたいな、あの、少しずつ動かしながら、えっと、 えっと、その最小値の値がいい方、いい方って選んで、え、ステップアイステップで、そう、勾配を、あの、この場合は登っていくんですけど、まあ、降りていく。あの、グラディエントディセンドをやってますね。で、えっと、これが今動かしたやつで、最初こう3、5を入れて、1、2、3横も入れてると。 で、え、これを、こう、分割して、もう一個枝作って、6の枝ができて、7、8、9を作って、こういうふうに出して、こうして、あ、これも、こう、今度終わっちゃってるんですね。これだけちょっと、あの、ショートすぎて、あの、で、この、もう一回ですね。これ、この、今日の講演時間中に終わるといいなっていう、あの、願いを込めて、動かしてみますかと。はい。これ多分帰ってこないです。 はい。ほっときます。<laughs> 後で見れたらいいですねっていう感じです。はい。でですね、えー、っと、あーと、これやってたらですね、面白いことがいくつか、あの、起こってですね、そのお話をちょっとしたいなというふうに思います。アフターノートです。で、あ、えー、の、実はですね、これは、えー、っと、えー、1998年の、えー、C++ レポート、えー、っと、に書いた、えー、コープの、あの、 記事になってます、はい、で、こ何言ってるかっていうとですね、あ僕ね、あのー、C++ レポート撮ってたんですよ、うん。あの、アンクルボブンがですね、編集長やってたんですよね、うん。で、97年ぐらいからずっと撮ってたと思うんですけども。で、この1000の言葉に値する、あ、これ、あのー機械、機械翻訳です。はい。で、えっと、この、この、 コープもアレクザンダーのこのパターンを取り上げていて、結構ですね、一個一個の装置について扱ってますが、えっと、スケッチの重要性っていうのをずっと強調していて、でソフトウェア設計者は、えっと、OMT、UML、分子、基本などと、どのように異なるんでしょうよね、と。あれはスケッチといってもスケッチじゃないですよね、って、えー、言ってますね。はい。でこ、例えばこんな風に、あの、こう、想像をかき立てるような絵じゃないでしょ、っていうことを言っています。で、 僕はですね、あのー、あ、これも書いてんですかいや、さん、あのーはい、画面が切り替わってないかもというコメントが、ね。本当ですね。はい、当たります。当たりです。はい。えー、っと。はい。コメントが決まってませんね。はい。よいしょ。はい。あ、これです。コープの、あの、千の言葉に当たりするとですね。で、えっと、これほら、結構スケッチが、こう、綺麗な感じで、綺麗なあ。 えっと、こういう、あ今日今日お見せしているような絵になってて、これ羨ましがってんですよね。ソフトウェアでこういう絵が描けないよねっていう話ね。それぞれの図形は単なるスケッチじゃなく、その範囲はそれが表す構造にまとめられた一連の要件がありますと。ビレッジの構造はこれらの要素をまとめて、要件間の矛盾を最小限に抑えます。アレザンダーは要件間の依存関係のグラフを作成することで、この統合をガイドしますと。 前言ってるわけです。で、基本的なレベルでこれはオブジェクトパラダイムの奥深くにある原則に似てることに注意してくださいと。まあ、モジュール性に関するパルナスのオリジナルの研究。あの、はい。えっと、インフォメーションハイディングっていう作ったのがパルナスだけな。それとも多分、もしかしたら結合度、凝集度のことを言ってるんかもしれませんけれども、まあ、そういったモジュール性の原則について似てますよねと。うん。だけど、あの、こういうふうに形っていうものが、あ,あの、浮かび上がってこない。 っていうのがソフトウェアとこの建築と違うとこだよねっていう話をあの言葉にしています。それからもう一個大きな発見があってですね。はい。えっと。はい。RPG ってわかります あの、もし RPG を知らない方はですね、あれね、あの、ロールプレイングゲームじゃないですよ。あの、知らない方は、あの、恥じて、あの、調べてみ <laughs> てください。はい。リチャード・ガブリエルですね、はい。ギタリストであって、かつリスパーの神様。リスプの神様ですね、一人、神様の一人です。はい。で、えっと、彼も実はこれ追っかけてて、えっと、去年論文書いているってこと分かったんですよね、うん。で、僕はあの、RPG にメールしたんですけど、彼か結構これ読み込んでいてですね、 同じ、僕と今言ったような同じことを辿っています。あの、ここに、ここに、あの、ライトがあって50%オフでみたいな話の問題をしていて、で、これを、えっと、当時の、えー、コンピューターで、えっと、実は、あの、やってんですよと。で、エンタイアブレッジをこういうふうに、あの、分割する3つの、あの、レベルに分割してんですよっていう話を、あの、のエッセイに書いてます。これ、短いエッセイで、 えっと、リスパーらしくですね、再帰的なノーツオン、ノーツオンザ、シンセシスオブフォームという、あの、名前でですね、えー、これ、あの、2見つかると思います。Google グでグは。い。RPG が書いているっていうことが分かって、でですね、あの、読んでみたんですよ。したらですね、どうも、この,の RPG はですね、えっと、アレクサンドはそう言っているけど、これ本当にこれやったのっていうのをですね、 あのー、疑ってるんですよね。本当にやったんかお前って言ってるんですよね。で、実際怒っている、あのー、こう、集めて、彼がこの絵で、あのー、あの表現している、今日,今日僕がさっき喋ったようなギリシャがあって、とういう話ですね。これは、こんなふうになってるんですけど、実はですね、これ、その、カップリ、これ、コヒージョンだけ見てるんですよ。 で、カプリング見ると、もうこ,こんなんだぜと。<laughs> こんなんだぜって言ってんですよ。あの、こ,こんなんもん、解けんのみたいな。これで本当にやったのっていう話をあのしています。僕はこれを見て、うわっ,って思いましたね。ぶっ飛んだ、みたいな。<laughs> はい。はい。で、あの、RPG もこれ実際に、えー、自分でもう一個アルゴリズムを書いて、えー、やってますね、うん。だけど、結局、あのー、 おそらく、あの、言いたいことはですね、えっと、人間の主観的な、あるいは経験に基づく、あるいはセンスに基づく、あるいは美的感覚に基づく、あるいは、なんだろう。うん、最初の直感に基づく、何か分割がな,ない限り、こういう分割できないでしょって、あの、言っている。はい。で、えっと、実は僕メールしたんですよ。あの、RPG にね。で、あの、メールしたら、えっと、これ、これ、まあ、 あのそのまま、あの、機械語、機械翻訳してますけど、はい。はい。で、私は何回も再現しようとしたんだけど、あの、実は失敗したんですよと。本当はやってないでしょっていうことが、多分彼は言いたかったんですけどね。 はい。で、最初、リスプで書いたらすごくでっかくなったので、えー、Python で書いた人があ、書いた、書いたんです。で、なんかこれスポンサーがついて、えっと、書いたあ、そうなんですが、この結果を僕はさっき、あの、デモしてお見せをしています。はい。で、デモは終わって、えっと、今、まあ、はい、こういうことです。で、結局、あの、こ皆さんご存知だと思いますけど、結局、このツリーっていうものは諦めてるんですよね、アレクザンダーは。 で、あの、都市はツリーではないっていう本を書いて、で、あやっぱツリーじゃないんだと。あの、セミラティスなんだという話で、えー、次回のエクセリ祭りでは、あの、セミラティスの話を <laughs> 多分しないと思いますけど、えー、彼が進んだ方向はそっちの方向でしたね。で、その後に、やっぱりその人間の直感とかビットかっていうもの、 それからなんだ、生き生きした感覚、生命に見られるような、まあ、そんなことが、実は、あの、重要であってというような方向に進んでいくので、えっと、これは彼が、あの、白紙語論文を書いたときに、えっと、アルゴリズムとともに、えっと、インドの村っていうのを例にとって、非常にうまくいってるように、えー、見えますけれども、本当に飛いたかどうかは、えっと、 疑わしいですけど、でも溶けたら、溶けてんだったらいいねと。で、あの RPG がこれ追試をしていて、で、えー、確かに分割はできるということは、あの、分割はできたんだけれども、えー、とカプリングが非常に多いので、えっ、ー、と、これやるのっていう話ですね。もっと、あの、本当の設計っていうのは、これでは多分出てこないねっていう、あの、結論に今はなっているということです。で、ちょっと、あの、もう一つ、今考え中のことは45分なんでもう終わりますけど、あの、 まあ今日ちょっと言った話ですね。建築としてはやっぱ違ってて、その形っていうものがある程度、その重力とか物理法則に沿ってますよね。それからこうカンナで削るじゃないけど、こうちょっと押したらちょっと凹むみたいな、その、こう,う連続したものを持ってますよね。で、ソフトウェアって一号違うと、えっと、もう動かなくなりますから、もう非線形も非線形なんですね。ところがまあ最近その、 あの、言語モデル、LLM が出てきてから、ちょっと揺れても、多分大丈夫なコンパイラーとかも出てきますよね、絶対。<laughs> なので、えっと、はいあ、残り0分ですね。はい。でも、距離っていう概念はどうも使えそうだと思っています。ということで、次、今やってるのはコンウェイの法則をですね、ソフトウェアの構造とチームの構造を、これチームトポロジーって本が出てますけれども、これをちょっと数学でですね、あるあの数学と先生と、えっと、 位相を使ってですね、えっと、この公回の法則を再定義して本当に合ってるっていう話を今、えー、やっていると思います。もう一つ考え中なのは、えっと、一般デザイン学っていう学問があってですね。これは、あの、吉川先生っていう、あと、 えっと、まだご存命で、えっと、もう90歳近いと思うんですけども、あの、一回東大の総長になられた、あの方なんですけども、この方、あの、東京大学の工学部の精密機画工学って僕が人、僕が人学なんですよ。僕何回もこの講義受けててですね、その時はもう全然意味わからなかったんだけど、この方が、の、設計というのは、その、要件からデザインへの、こう、写像であって、その、えっと、デザイン空間っていうのはハウスドルク空間であるというようなですね、えー 本を書いていますので、それをちょっと一回深掘ってみたく。で、かつ、その時のノートをですね、見てみたら、こんな絵があったと。はい。犬と鳥とカエルがあって、なんか、犬とリガエルっていうものを作るんだ、みたいな。これ全くわからないですね。要素還元主義、みたいな話ですね。で、機械設計はどういうふうになってて、と。で、なんか、これもうよ、すごいよく似た話してますよね。機能と属性、形、モデル、言葉ね、ねはい。 で、あ、あの、一般設計学には、あの、アレクザンドの引用も入ってますけど、ほぼスルーしてます、ね。あの、引用っていうか、参照文献にはなってるけど、ほぼ、ほぼスルーしてます。アレクザンドの話をね。はい。なので、その、グラフと論理の、まあ、こんな話をしてたんだなと思い返して、ちょっと今日、朝ですね、このノートを、あの、見てたところです。はい、もう終わりです。で、えっと、やりたかったことはですね、えっと、 まあ、今日 XP 祭りなので、えー、XP の話とこうで、近づけたいんですけども、えっと、外部環境があって、それはチームと要求っていう二つのですね、えっと、ものに、しょ、ね、チームっていう、要求っていう二つの、あの、ものに影響してますけれども、それをこう、ソフトウェアのデザインとして落としていこうというような話を、あのー、XP はしてますよね。で、建築の世界で今日それをやった例をちょっとお見せをしたと。 で、えっと、新しくというか、最近出てきたチームトポロジーはこの話ですよね。チームとデザインの間の、こう、関係を話していると。で、僕らはずっとこの話をしてきたんですよね。要求とデザインをい,いかに一致させるかっていうね。で、メイヤーのアーキテクチャ連続性の話であったり、それから、まあ、ドメイン駆動の話であったり、えっと、あるいは、えー、っと、えー、なんだ。結合度、強襲度の話ね。で、まあ、それをうまく扱うためのデザインパターンみたいな、その話をしてで、今日の話は、ここ、ここの話です。こっこから、この辺の話をやって、 で、僕はこの辺をちょっとやりたいなと思っているのと、それからもうちょっと一般設計学っていうのを勉強したら、えー、もう少しこの話が、えー、と緻密にできるんじゃないかなというふうに思っていると。で、XP は実は、えーと、チームの話とデザインの話と、まあ要求の話と全部やってるんですね。こう、こう、イテレーション回すっていうことはこういうことですよね。この、あの、あのソフトウェアっていうものを作るために、 この外部の市場とかっていうものとチームをこう通して、で、こういうふうにこう回してるんですけれども、これ結構、こう、えっと、あと、なんだろう、チームの話とかデザインの話とか分けずに、えっと、 結構土着でやってるんだよ。土着っていうのは経験で持ってこう、こねた成果として XP が出てきてるのがすごい、あの、好きやなと、可愛いなと。可愛くてしょうがないんですけれども、XP はこれらを全体性を持って土着的にやってんだけど、もう一回ちょっと一回数学的にこればらしてみたらどうだろうってうことを、えー、次回やってみたいなというふうに思っています。はい。私の話はここまで以上です。ご清聴ありがとうございました。 はい。平野さん、ありがとうございました。はい。とても興味深いお話でした。はい、また次回も、えー、XP 祭り2024お待ちしております。<laughs> はい。ありがとうございます。<laughs> 頑張ります。はい。えー、それでは、えー、 F トラック次のセッションは、えー、14時からとなります、えー。川口康信さんによるフェアレスチェンジと心理的安全性のた旅です、えー。続いてお聞きになる方はこのままズームに残ってそうだ、プログラムの結果は出たのかなうあそう、プログラムの結果。<あ>はい。見てみましょうか。うか<あ>よろしくお願いします。出てるわ。よかったね、皆さん。最後。あわ、もう爆発して、こう、こう、あの、これはどうなってるんだろうね。ちょっと一個、列を。 レッスンをあ、ちょっと待ってね。あ、皆さんに共有しないと分かんないね。僕だけ盛り上がっても <laughs>、しょうがないですね。えー、っと、はい。ちなみに僕はあれですね、VS Code Insider を使ってますね。なんでかちょっと、あの、コパイロットの新しいバージョンを使いたかったから、使ってんですこんな、こんな感じです。はい。ちゃんと141個かなあ。全部こう、えーなんか、何回かの階層にこう分かれた。これ、すごい、こんなん、こんなんですよ。 はい。下からこう積み上げていって、それをまたマージしてみたいな。で、どうなるんだろう。こんな長い長いアルゴリズムをずっと回して。はい。あ、もうこれ、スクロールが間に合わないくらい長いですけど。これまだ中間ですもんね。はい。こんな、こんな感じでダーっと続いて、えー、約15分くらいかかって、えー、回答にたどり着いていますので、はい。おめでとうございます。 はい、以上です。はい、ええー、改めまして、ありがとうございました。